はい、ネギシコです。ということで今日は女性もう何百人に聞いた男はね何で決まるのかと、男どういうところで 男という人間を測るのかっていうのをね女性に聞いてきました。なんでこれを見てる男の人はかなり今日残酷な話をします。あ、女って結局こういうところで見てんのかよみたいな感じになっちゃうと思う。がっかりする人、悲しむ人もいるかもしれない。でもこれは黙ってらんなかったんだ、うん、ちょっとごめん残酷な話になっちゃうかもしれないんだけど、結局女の人はねやっぱり男はあそこの大きさで決まると言ってたんで、俺もって思ったの。マジかよっつんでさ、びっくりしたんだよ。そんなとこ見てんのみたいな。でも本気でほとんどの女の人が言ってた、男はねあそこの大きさで決まりますよと。今日この話するよって言った時に鈴友がね、うわー絶対やだって、俺聞きたくないんだけどって言ってた。絶対俺の話題出るじゃんって言ってた。あそこでかいから、ね、そう、あそこがちっちゃいからさそういう話になってたんだけどね。あのまあじゃあ、えあそこって何って話なんだけど、器なんだってそう女の人はね本当に男の器の大きさで男を測ると。で女の人っていうのは男の人より3倍悩みやすくて落ち込みやすいって言われてるのよ。俺水商売じゃんか、でキャバクラとかの女の子とかとこうに接してるとやっぱりね本当にメンタルの浮き沈みっていうのは結構激しいんよ。メンヘラの子だったりとかもやっぱり多いしさ、こういう業界っていうのは。だから器で見ちゃうらしいんだ。だからなんで器が大きい人がモテるのかっていうと、器が大きい人っていうのはイコールで心が広い人なんだよ。だから女性は簡単に言っちゃうと心の広さで男の人を測る。あんまり見た目とかって気にしてる人って本当はそんなにいないんだって。見た目とかより心の広さがかなり重要視されると。だからこそこの人なら私を理解してくれるって思わせることが大事なわけよ。そう、でそんな中で、まあ、器が大きいと思う瞬間どういう時に感じるのかっていうのも聞いたんだけど、まず1個は他人と比較しない人、自分は自分、ちゃんと自分を持ってる人。例えばあいつはこうだよなとか、あいつは金持ってるけどさこういうとこがダメなんだよとかって言う人っているんよ。キャバクラとかでも結構お客さんでね、なんとかさんの友達のなんとかさんってすごいよねっていう時に、あいつ確かにこういうとこすぎてこういうとこダメだよとかさ、あいつ 女好きだからさとか、この間もこうだったよとかって言うやついんよ。人と比較したりとか人のことをねそういう風に悪く言ったりする人っていうのはやっぱり女の子から見てもあこの人心が狭いなってなっちゃう。あとはやっぱり心が広いなって思われるのは経験値が高い人。やっぱ女の人は経験値が高い人をね好むよ。それはなんでかって、女の人って防衛本能とかが強いんよ男の人よりかはね。男の人は狩りに行く生き物、女の人は待つ生き物だから、狩りに行ってちゃんと食材を買ってくれる男の人を選ぶわけね。防衛本能が高い分外に行って狩りをしてくる経験値の高い男性に惹かれるから、いろんなことにチャレンジしていろんな経験を積んできていろんな苦労とかね失敗話とかをいっぱい持ってる人の方がやっぱり女性にはモテるのかなと思うし、まあこれも実際言ってたね。あとはやっぱり知識が豊富、いろんな引き出しがあっていろんなことを教えてくれて、女の人はそうするとさあ勉強になる、楽しいなって思うじゃん。それイコール経験値なよ。だって経験値がない人は知識がないから、経験値と知識ってやっぱりイコールだからさ。そうで経験したことが知識になってそれを人に話せる。そうすると聞くと、あこの人は経験値高いんだな、知識あるなって思うから、やっぱり器が広い、心が広い人なんだなって判断されるし、あとは何かをやる時の目的が明確な男の人もめちゃくちゃ魅力的だって言ってた。例えば今の会社で僕はこういうポジションを狙ってるんだとか、来期の売上目標こうなんだとか、いつか自分でこういうことやってこういう風にしたいんだとか、そういう目的が明確な人っていうのも女性からはねめちゃくちゃやっぱ魅力的なんだわね。目的がない人と目的がある人、明確な人そうでない人っていうのはやっぱりね全然女性から見た時のインパクト印象が違いますと。まあ最後に誰にでも平等な人っていうのもあ心広いなってやっぱ思うって言ってた。例えばさ先輩とか上司にはさすげえペコペコしてんのにさ、飲み屋に来たらさボーイとかにさなんとかだろうとかさ早くしろよせえなとか言ったりとかするやつとかさ、コンビニとかで店員とかにすげえ強気な人とかっているじゃん。そういうのはやっぱりね超ダサい、女の子もドン引きだよ。やっぱだから誰にでも平等っていうのは謙虚でね、いつもはいはいっていうタイプなんだったら誰に対してもそうしなさいってことよ。いつも強気でいくんだったら弱いものにだけじゃなくて強いものにも強気でいきなさいよと、そういうことが大事なの。つまりトータルでひっくるめるとそういうところで女の人は器の広さ、心の広さとかを測っていると。でそういうのを総合的にバランスで見て器の大きい人に惚れます。だからまず自分が気に入ってるキャバ嬢を落としたいとか好きな女の子を落としたいのであれば、その人に振り向いてもらおうとする前にあなた自身の器を大きくする必要がある。だから最初ね多分思ったと思うよみんな、あそこが大きい人ってやべえ俺自信ねえなって。あ俺は全然そんなことないんだよ、俺は本当に大きいって言われるからさ、あの心配なんだけど、本当に鈴友とかだとさ本当に俺のを見た時に子供がお父さんのを見るかのような
あれだったと。で、俺の友達もね、一緒にゴルフ行って、俺がトイレしてる時にさ、ここに覗いてきてね、AV 男優じゃんって言う。まあまあまあ、そんなことはどうでもいいんだけど、まあ、鈴友とかみたいに、こう、ちょっとだから、不安になっちゃった人たちもいると思うんだ、最初ね。これ、入りがさ、あそこの大きさで決まるみたいになっちゃったから、あれ、俺無理じゃんって、鈴友も本当にそうに思っちゃった一人なんだけども、まあ全然そんなことじゃないから、気にしないでってことよ。あそこっていうのは、ここ。こっちじゃなくてここの大きさで決まる。ここも大きくてここも大きかったらそれは最高よ。そりゃそうなんだけどさ、まあでも鈴ともお前もそんなに落ち込むことはないよということ。だからね、まあ、世の中の男性の皆さん、もうせっかくだからさ、心小さくしててもさ、しょうがないじゃんか。自分もつまんないしさ、モテないんじゃなおさらつまんないから、心を広く持って、女の人がどういうことを意識してるのか、どういうところで俺たちのことを見てるのかっていうのを考えながら、世の中の 女性たちにね、こうモテモテな人生を送りましょうということでね、今日はネギシコのモテ講座でしたということで終わりにしたいと思います。まあ、チャンネル登録と SNS のフォローとね、高評価お願いしますよ。なんでかっていうとね、俺のチャンネル登録しといて、この俺の通知が来たらポンってすぐ動画を見て、で、うん、なるほどって言ったら、マジで経験値上がるもんだって。俺は金払ったりとか、いろんな意見を聞いて学んだことを無料提供してるからさ。ではまあ、それを見てね、皆さんどんどん実践して、うちのグループに口説きに来てくださいよ。フリーの子いっぱいいるんでね、と思います。まあそんな感じで、じゃあ今日は終わりにしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。ごめんな、お前のセクシャリティな部分出しちゃって。セクシャリティ、うん、初めて聞いたその言葉。センシティブな部分見出しちゃってごめんな、お前の。全然俺チコでかいから。いいのそれ、動画出してさ、そうなんだって思った。逆のギャップだよそれ。逆え、だったらこれからね、だったらミニマムを伝えといて、そんなことないじゃんの方がいいじゃん。あ、なるほど。あ、鈴友さん大きいんだ、楽しみ。楽しみ、え、誰がやってくれるのみたいなパターンがさ、あ、じゃない。鈴友さん大きいの楽しみだなーって下ろしてみた。どこみたいな。なっちゃったらさ、お前が傷つくからさ、ハードルはさ上げない方がいいよ。